武藤あやみ、桜学院中等部3年。ずっと生徒会長としてみんなを引っ張ってきたつもりだけど、ねえねえあやみあやみ、何？こないだやってくれたぶりっ子キャラさ、待っててくれないかな。しょうがないな。こんにちは、武藤あやみです。私が好きなお寿司のネタはアナゴとシメサバとサーモンとって、一つだけじゃなくなっちゃった、ごめんね。この私をよろしく。最近みんなにいじられてばっかり、全然嫌じゃないんだけど。ねえ、あやかちゃん、あやかちゃんもやってみてよ、ぶりっ子キャラ。やらない。できるでしょ、芝居上手なんだから。うん、できるよ、けどやらない。あやかちゃんみたいなクールなキャラにも憧れるんだよな。ねえ、どうしたらあやみもあやかちゃんみたいになれるのかな。私みたいにって何？大人っぽくってクールな感じ。いや、あやみはそういうの合わないと思うけど。でも生徒会長としてはそっちの方が威厳があるっていうかさ。ちょっとあやみ、大丈夫？あ、いった、大丈夫？ごめん、大丈夫。威厳とかよりあやみはそういうドジなところを直した方がいいんじゃない？そうだよね、ごめん、あやかちゃん。あれ？なんで私が？え？何これ、私たち入れ替わってる？すごい、夢みたい、願いが叶った。私あやみなの？なんで嫌そうなの？まあね、その幕末においての薩摩と、長州の、ね、争いっていうのは結構ね大事なポイントになるわけですけども、うん、じゃあ次の問題を、三好。はい。いやいや、武藤じゃなくて三好。あ、そっか。じゃあ三好に問題な。はい。1866年にあの坂本龍馬ね、が成し遂げた歴史上の出来事は何？ツイストパーマ？違うよ、確かに髪の毛ふんわりしてるけどな、お前は。珍しい、あやかちゃんのチンカイト。あやかちゃんも意外と天然。ちょっとあやみ、じゃなくてあやかちゃん、ちゃんと答えてよ。どうしたムト、お前もいつもあんな感じだぞ。先生はちょっと黙っててもらえませんか。いや怖えなムト、なんか三好みたいだぞ。どういう意味ですか？私になったんだからもっと私らしく振る舞ってよ。わかった、でも彩香ちゃんもあやみらしく振る舞ってね。それは。ねえねえ会長、ねねたちにもぶりっ子キャラ見せてくださいよ。いや、やってあげたらいいじゃないの。おほほほ、なんでそんな口調なの。彩香ちゃんらしく振る舞ってるんだけど。私そんなんじゃないから。ねえ、やってみてよ。こんにちは、武藤あやみです。好きな食べ物はキムチです。さすがあやみちゃん、超面白い。え、本当？ありがとう。あやかちゃんのも見たいな。うん、わかった。やらないで。え、でもすごい期待されてるよ。そんなんじゃないから。そっか、お断りよ、私はそんなことしませんのよ。なんでそんな口調なの。そっか、見たかったな。行こ。ああ、見せたかったな。あやみ、今まで通りでよかったんじゃないの。
え？私になってもやってること一緒だし。そっか。それじゃあ音楽室行こっか。うん。私たち何回転んでんの？ほんと、なんでだろうね。あれ？戻ってる。ほんとだ。残念。けど楽しかったね。世界で一番可愛いみんなのアイドル、武藤あやみでーす。好きなマークはパート、あ、じゃなくてハートだった、ごめんね。ハートだから、だからみんなにハートをいっぱい届けるよ。あっ最高最高。でもさ、やっぱりあやかちゃんのも見たいな。見たいね。三好あやかです。好きな動物は猫です。にゃん。あ、ほら、たまにはね。すごい。すごい。ちょっと待って。ちょっと待って。